サウナに行って帰ってきたんですよ、昨日ね。あ、おかえりなさい。毎回こんな話して申し訳ないんですけどもね、うんうん、あのサウナのテレビってあるじゃない。ああ言いますよね、まずね、チャンネル変えれないんですよね。あ、はいはい、僕泊まってきたもんですか、まあ、夜中とか入るの3時ぐらいとかにね、うんうんうん、汗をじんわりかいたおじさんたちがね、5人ぐらい入ってるんですよ、うん、広いサウナに、ね、じんわりで目線の先にはテレビですよ。それ見るしかないんだから、何もないんだから ね、うんうん、ね、やってるテレビが、うん、通販なんです ね何の商品かって、はいはい、うん、女性の乳液なんですよ、うん、プラセンタが 96% 入ってるんですって、うん、はいはい、それはなんか非常に珍しいことで、だいたい 0.01% 入ってればプラセンタ化粧品と言っていいらしいんですよ。え、めっちゃ違うじゃん、ね、化粧品でだいたい水の場合が多いんですね。あ、化粧品の後ろに書いてあるあのなんていうんですか、注意書きみたいな、うん、あの成分表示だいたい上に一番に出てくるのは水なんですね、うんうんうん、で、あの普通の他社の場合はプラセンタって2番目に書いてあるんですね、うんうんうん、これあの成分表示が多いもんから書いていくとルールがあるらしくてですね。あ、なるほどね。なんですけど、その新しい化粧品はそのプラセンタが最初に出てきて、うん、水とは書いてないんですね。 100% 美容成分なんですみたいな情報、おじさん知らん。めっちゃめっちゃ把握してる。興味ないねおじさんは、そんな情報。そうだ、何にも変えられないからね。でも見るしかないから、自分の前に汗かきながら全員それを見てる映画も面白くてしょうがなかったですけどね。っていうね、先生。何の話なの。ちょっと今日はいい、ちょっと提言があるんですけど、逆に提言、ね、のどうしたんですか。スマホで見ていただいてる方も多いと思うんです、これも。ああ、これありがとうございます、皆さんいつもありがとうございます。どうにかなんないかなと思うけどさ、好きそうな動画出てくるシステムになってるでしょ。あ、そうだね、どんどん YouTube ってこうレコメンドでによってこう個性が出てくるじゃない。まあまあまあ、変な話、ね、携帯取られて YouTube バーって見られたら、いつも見てるようなレコメンドがバレちゃうわけだよね、人に。まあそうだね、思考がわかるね。そんなことはないからいいんですけど、うん、あれってどんどん偏っちゃうよね、このなんか自分の視野というか。特にあんまりテレビ見ないで YouTube ばっか見てますよって人にとっちゃさ、うん、あれ窓口世界に広がってるようでどんどん狭まってんのかもしれないな、なんて怖くなってくるよね。いや、わかるね、わかる、うん、ね、わかる。サッカーしか出てこないもん俺。ああ、サッカーとトゥワイスのにらめっこしか出てこないもん。 あと最近はさ、なんかすごいちょっと出てきて可愛いなと思って、俺あの赤ちゃんの動画好きなのよ。赤ちゃんの動画、縦動画で赤ちゃんがうんってしたりしたりとか、うん、赤ちゃんくすぐったらケタケタって笑ったりとかっていう動画あんの、うん、なんか新米ママが愛くるしく出してくれてるね、癒されるのあるわけ、うん、まあ猫動画みたいな気持ちで見てるわけですよ、はいはいはい、はい、いいななんて、ちょっとそれ見てたら、うん、もう毎日赤ちゃんよ私の携帯。ね、子育てママの携帯になってるわけ、私の携帯が。ね、サッカー赤ちゃん、トゥワイスのにらめっこしか出てこないの、私の携帯。これダメでしょ、これ。もっとこう、ね、半分ぐらいはみんなが見なきゃいけないニュースとかちゃんと送ってくんないと。あんのかね、それね。確かにね。ね。まあ、ちょっとは出てくるのかもしれないですけどね。まあ、他で探してくれよって話でね。YouTube としてはこう見てほしいもんね。それだから、それのがあるから、みんなわかって見ていただいて、この動画にね、たどり着いてくださってるから。ありがとうございます。わかんないけど、ただ、あれで、例えって言ったら、うん、ね、うん、いや、まずいな、最近、2日連続ラーメン食っちゃってるな、って言った、うん、次の朝、家のドア開けたら、前にラーメンストリートできてるみたいなもんですよ、これ、先生。そうだな。偏っちゃうよ。そうだわ、そうだわ。偏っちゃうよ、これ。そうだね、2日連続ラーメン食べたら、こいつは毎日ラーメン食べたがってる男なのかもしれないって思われるもん。バランス大事だからね。だから、バランス度っていうモード作ってくんないかな、うん、あれね。ああ、そうだね。いやいや、いいか、そういうのないからこそ、我々ラーメンストリートに並ばしてもらってんだから。ね、先生、っていうね。なんでも本当何パーセントクリアとかね、そういうのは設定させてほしい。いやいや、そういうのないから、ここにね。あの今日も楽しんでくださってるのか分かんないですからね。そうだな、ね、赤ちゃんの動画はおすすめですよ、癒される、ね、サウナもあれ赤ちゃんだったんですよ、夜中は、
ね、通販流してるぐらいだったらもうずっとね、うん、赤ちゃんがヘタケタってそうかではないと思うけどありがとうございます。そのサウナでね先生、うん、はい、あいいなと思ってこう気持ちよく整った後にねこう、うん、休憩室で牛乳というかね飲みながら、まあ、ポカリセットでしたけど、うん、ちょっと雰囲気出して牛乳って言ってみましたけどもね、先生の前で牛乳の話はいけないと思ってポカリセットに変えますけどもiPad の方でね僕ぐらいになると、うん、プルジョアなんで iPad 持ってますから、うんね、文明の機器持ってますから、あアジアカップやってると思ってさ、一緒だね、後半60分もう 2-0 でした、うん、もう多勢分けしてましたね、うん、カタール、そうね、強かったですけどもね、PK3 本なんですね結局アフィフが PK3 本のハットトリックって、ちょっとなんかなかなか見たことないことやってましたね。そうですね、とんでもないことになってましたけど、やっぱり力強いですね、うん、あの方のねえ、もう毎回言いますけど、ワールドカップみたいだったね。うん、そうだね。どう見ました先生はね、あれ。ね、なんてでしょうね、やっぱ。っていうか、もうアジアカップの話いいんですかね、うん、皆さん。げんなりいや、でもこれは一応ね、熱くお送りしてきたワールドカップは、うん、アジアカップですから、一応ね、うん、こういうフィナーレがあったっていうのはね、あれで。そうだね。表彰式まで見てましたよ。やっぱり結論から言うんであれば、もうこういう対戦カードになった時点でもうカタールだったんじゃないのかなってことはと思いましたね。あ、そうですか。あの、ちょっとこう、やっぱトーナメント決勝の舞台に慣れてない感という。ああ、なるほどね。ヨルダンが。確かに確かに。なんかこれはどちらかというとカタールが PK3 本取ったっていう、うん、それでアフィフが決めたっていう事象よりも、うん、ヨルダンがちょっと多分緊張的なこととかも含めたと思いますけど、うん、PK3 本が与えられるってこともなかなかないことですから、ね、うんうん、ちょっと不用意だった感もあるなとはちょっと思って、めちゃめちゃ泣いてたよ、でもヨルダン終わった後。まあそうでしょうね、なんかさ、ああいうのしっかり見るとさ、終わった後表彰式も時間あるから、うん、いつもより長く映すじゃない、天皇杯みたいなもんで、うんうん、ヨルダンの子たちのこう表情とか見てると、なんかああもう一人一人にこう物語があって、本気で命がけでっていうのも、おじさんね、サウナ上がりでね、もう水分残ってなかったんでグッときちゃってね、ポカリ飲みすぎちゃったからグッときちゃって、それをさ、あの隣国だから多分友達なんのかな、なんかもうアフィブとかがなんかすごい慰めてるわけ、うん、あのバルセロナの子供がね、あの大宮の子供を慰めた時のような、うん、あるね、その動画ね。そう。ね。ああいう感じだったわけよ。それをじゃあグッと来ちゃってね、表彰式まで最後見たんだけどね。うん、もう何回インファンティーノとアフィフは抱き合わないといけないんだぐらい賞もらってたよ。得点を、MVP、そして優勝メダル。ね、アジアカップ。一回一回全員と握手してね、あれね、大陸協会長みたいなね。うんうん、ユバ会長、大変よ、両国のプレジデントねみたいな、一回一回握手して、うん、キスしてしましたけどね、アビブ。ただ私ね、うん、皆さんお気づきかわかんないですけど、とんでもないことですよあれは。なんですか？インファンティーノでよかったですか？ちょっと間違ってなかったんですけど、あって、ユバの会長と抱擁してましたよね、うんうん。あんなことはね、普通は起こらないですよ。あ、そうなの？皆さん大いなる陰謀に気づいていない。お。なんだなんだ、アフィフという男、うん、転覆を試みてますよ、その序章ですよこれは。なんだなんだ、世界のサッカーの転覆を試みてますよあの男は。なんだなんだ、まだ気づかないですか？もう全然気づかない。 FIFA の転覆を試みてますよあの男は、どう見たって気づきませんかアフィフ逆にしてみてくださいFIFA、そうです。そのね、急先鋒になってるんですよ。そんな陰謀を持った男がね、FIFA の、ね、会長を抱擁してるんですよ。毒針とか刺されてますよ、多分。やばいな。時間かけて言うようなことじゃないよ、こっちです。そうだな。アフィフというその文字。どう、うん、もう気づいたよね、後ろに逆さに読んでみて、うん、フィーバー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 の言うようにフィーバーという字はね、もう分かったよね、いい加減気づけよ
ックさんは見てないか。俺見てないけど、都市伝説ね。反応悪いなと思って、結構いい感じ。いや、まあ、俺も全然ね、都市伝説やる前の普通のハローバイバイ時代の関さんしか、ね、もう出てこないからね。あ、そうですか。それ知ってんのすごいですけどね。金成さんとのね、あっちよ、もちろんでございます。新規頑張ってますよ、金成くんもね。そうですか。そうだよね。そうですか。何の話だっけ。全く持って忘れたね。カップ上げてまして、メッシが着させられたね、ローブ、ね、うん、今回も着させられてましたよ、キャプテンが。着させられてたってか、いいね、あれこそ、まあ、自国のね、そうだね、ローブですから。そうだね。今回も着さすんだろうな、どうなのかなと思って見てましたけど、もうもはやあれ、メッシのローブだから、なんか栄光になってますよ、なんかね。あの時は、ほら、メッシに何着さすんだよ、このメモリアルな瞬間に、アルゼンチンの縦縞隠すなよって本気で思ったんです、僕、あの時。思ったね、あの時はね。全世界が思ったでしょ。思ったね。今や、地元カタールのキャプテンがそれ着せられた時瞬間に、いいな、うん、メッシのやつって思いましたよ、俺。結果大成功であれだから、カタールとしちゃ。ね、カタールワールドカップ良かったね、本当ね。世界の王者はメッシ、うん、ね、アジアの王者はカタール。悔しい、きた、悔しいです、悔しいです。でもさ、ただやっぱ難しいのがさ、2連覇しやっぱうん、やっぱ強いと思う、カタール本当すごいと思うし、うん、以前も話したことありますけど、うん、そのカタールはそのほらアカデミーもちゃんとこう作ってるじゃないですか、うんうん、アスパイアアカデミーだっけ、ね、うんうん、ちゃんと今回もスペイン人監督新たにこう連れてきてたっていうことで、でなんだけどやっぱちょっと気になるのがね、まあさ、今回24カ国アジアカップ出てたと思いますけど、うん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 、実はね、自国の監督で行ったチームってのは 2,3 チームしかないんですよ。あ、へえ、あ、そうなんですね。そうだから、あ、っていうかだから、うん、最近ほら報道でも、うん、森保ジャパンそのボトムアップ、うん、よりもやっぱトップダウンのやり方の方がいいんじゃないかって記事が結構上がったりしますけど、うん、要は他の国はみんなこの実は結構お金ちゃんと使って、うん、多くとか6億とか出して、うん、スペインとかドイツがいろんなところから監督持ってきてたんですよ。なるほどなるほど。そうだけど、うん、そのやり方ってのはこの大陸王者取るところでは確かに有用なんだけど、うんうんうん、ワールドカップでちゃんと勝つっていう風になると自国の監督じゃないと勝ち上がれないっていうところとかがあったりするわけで、不思議なもんでなんでそうなんですかね。うーん、うーん、まあ、今回分かったら結構別物よってことよね。全然違うね。うん、うん、だってワールドカップ YouTube でバーって見ててもアジアカップ出てこないでしょ、なかなか。そうなんだよな。ねえ。そうか、出てくるよ。出てくるわ。そのサッカーでもただ、うん、ただあのサッカー別に俺カタール前回含めて大きく変わってるとあんまり思ってないんですけど、うん、でもやっぱそのサッカーでやるとワールドカップでは3連敗だったわけじゃないですか。あー、確かにな。でもだから、そうか。よく、そう、日本でもほら。これからだね、彼らもね。うん。まだね。そう、ね、アジアカップで勝つこと、いわゆるカップ戦で勝つことと、やっぱワールドカップで勝つこと、ちょっと違うもの、やっぱリーグとカップぐらいにちょっと違いあるんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、いろんなサッカーがあるから面白いですね。そうだね、うんうんうん、だ日本代表なんかもアジアカップ多分ね、別に優勝しようか、そのベスト8だろうが、そんなに多分こうそこにこう目標みたいなものではなかったと思うので。なるほどね。ワールドカップベスト8ですからね、目標は。最高だなって言ってたのに、ね、この間までみんなね。ね、だからなんかこ うだブレちゃいかんよって自分たちにも言い聞かせないとね、うん、これね。そうだね、このままのやり方の方が絶対いいでしょうから ね、 ね、まあまあまあ、でもいい、うん、あ、左往するから面白いですけどね。そうだね、そういうことですか。みんなで考えていこう、いろんなことをね。ほんまですな。うん、あとプレシーズンマッチなんかもね、 J リーグのお話ですけどもね、ありますからね。先生まとめてくれたんで、ちょっと朝の動画、昨日の夜かな、昨日の夜の動画見ていただきたいですけどね、はい、お願いします。広島もね、でっかいスタジアム始まりましたね、あれね。そうだね、あれは昼でしたけど夜は光んのかね。ああ、そうだね、紫色に光んのかね。なんかちょっとあのトッテナムホットスパーの、ねスタジアムにちょっと似てるんじゃないかなって。あ、そうですか。てて思いまして、うんうんうん、なんか小我慢にしたんじゃないんですか。ね、だいぶ前の設計図をね。どうか分かんないけど、でもなんか SNS 見てていいなと思ったのが、うん、その試合に関してはまだ一応それでもプレシーズンマッチだったからっていうのはもちろんありますけど、試合終わった方々が、うんうんうん、最高って言ってるのが、
試合も良かったし、いいな、試合終わって2、30分でもう飲んでるわけですよ、近くの飲み屋。そうだよ。いいな、うん、それがもう最高だみたいな感じでしたからね。めちゃめちゃいいな。人気のお好み屋でね、どっちの試合もある日にね、行って食べてても街中の。やっぱカープのファンよりもサンフレッチェのファン来るの遅かったですもん、やっぱり。まあ、サンフレッチェのファンっていうか、まあ、FC 東京のファンだったけどね、サンフレッチェのファンはな、ね、いちいちそんな地元のあれだから、ね、うんうんうん、うん。やっぱ遠かったんだなっていうのを思い知りましたけども、あれがだから変わってくんでしょう、街中になる。そうよ、そうよ。僕、広島でレギュラーあったことあったから、ね、あの放送局よく行ってたわけあるし、はい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 、その近くだから、めちゃめちゃいいとこですよ、うん、何でもありますよ。ああ、ほんと。うん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 。そうそうそう、うん、何でもあるはちょっと言い過ぎ、 NASA とかはないけど、ね、分かってるわそんなこと。え、それさ、まずその広島行ってるから分かるけどさ、俺ほら行ったことないんですよ広島正直。渋谷で例えるならどれぐらいの距離感なんですか、渋谷駅からどれぐらいの位置であるみたいな。あ、渋谷代々木公園とか。ちょっとあんまりちょっと詳しく聞かないでほしいんだけど、僕もだいぶ前なんだけど、いや、じゃあめちゃめちゃだから街の中心部よ、ほらシムシティで市役所作るでしょ、うん、それ大体こうお城のとこなのよ。あーはーはーはは、うん、大体。なるほどね。ううもうそこのもう一角よ。ああ、わかりやすかったわ。言うたら、言うたら。そういうこと、そういうこと。ちょっと。そうか、うん。僕もはっきり分かってるわけじゃないの。ちょっとごめんなさい、地元の。ちゃんまんしょ違うんすよっていうのは教えていただきたいですけどね。これは一回ミルワカで取材に行きましょう。行きたいね、行こう。ね、俺行きましょう。長崎、広島行きたいよね、やっぱね。ああ、そこらも今年の一つの。ね、うん、目標にしましょうよ、これは。そうだね。ああ、いや、ミラカもね、ちょっとそういう動画一本出してみても面白そうですからね。見てくれ、前から見てくれますかね、これね。再生回数3000回ぐらいかもしれない。いや、そういうのでやってんじゃないですか。計算できちゃったらダメなのよ、全然違う。じゃあ、それは違いますよ。コンテンツが人気がとかじゃないですよ。ね、うん、我々がそういうのに慣れてないってことですよ。わかんないよ、先生。ね、さあ、やってきました。今日はどこですかっつって。うん、井上マンですっつって、ドミルクさんですっつって、うん、いややってきましたね、うん、誰が見たいんだよそれ、ね、いや見たいでしょ見たいでしょ、頑張ってサブアカかな、ね、どうだろうな、渋くていいと思うんで、別に僕らが出る出ないので関係ないんですよ、これカメラ回しながら、わーこんなわーって言いながら見たいか、 それ、ね、行ってきた行ってきた漫談のがまだね、あのしっくりきますよねこれね、確かにね、いいんじゃない、適当に遊びに行って一緒にね、あとでここで喋ればいいでしょ、うん、で一応映像だけちょっと一応撮っといてね、ちょこちょこ、いやいやいや、意外と映像ゼロぐらいのがいいんだって、ゼロのいいのゼロぐらいのが無限なんだって先生、確かに、いいですか、音声コンテンツならラジオドラマはそう、ここは宇宙っていうだけでみんなが星空を想像してくれるんですよね、時は江戸末期っていうことでね、血で血を洗う合戦の最中したらみんな想像してくれるんですよ、いやーとかも、そうか、千人のエキストラいらないんですよ、星空のセットいらないんです、そうか、ね、ちょっとあることによって限定されてしまうってこともあるんですよ、これですね、なるほどね、そういうことなんですよ、ね、私あのこれは勉強になったわ、金髪美女100人に囲まれて撮ってますけどね、誰がこれ嘘だと言えますかそういうことなんで、想像の世界なんです。あ、音声っていうのは、ね。なるほどな。皆さんも電車の駅をエスカレーター乗ったりとかですね、家事をしていただきながら聞いていただければね、このチャンマーのこうホラー話をね、先生、ホラーって言ったら先生がしっかりあの要所要所まとめてくれてるんでね、その間ホラーでつないでおりますけども、ね、ちょっと金髪美女は言い過ぎましたけどね、汗だくのおじさん80人にぎっしり囲まれて、今これ毎日撮っておりますけど、想像すらしたくないよそれはね、一人一人外に出ていくときに、僕の前通るときに汗がピシャッと滴って僕の肩に落ちたりして、いやだ、いやーって思いますけど、ね、いやよくマイク無事だなそれだったらいやいや取り替えてますよいつもね、そうよく静かにしてくれてますよねこれね、チリチチチリチチチリチチチってこれお父さんたちの鼻歌ですからこれね、身も毛もよだつ話でしょこれ、80に集まると電子音みたいな感じになるんだなそうなんですよ、そうなんですね、犬笛みたいなもんでこれね、なんか音差みたいなもんでこう重なって避け合うんでしょうねこれね何の話なんですか先生本当だよなかなかとお忙しい時間の、ね、お耳借りてこれ
でもね、今日あれだもんね、3連休の月曜日の昼だもんね、3連休最終日かな。ああ、そうなんですか。うん、建国記念の日が今この日曜日だから。それであんなサウナ混んでたんだ。それでしょ。だってその水道橋楽屋行ったんですよ。ああ、やっぱ楽屋だった、ね。でも行く途中に気づいたんです。ああ、土曜日かと。あ、でもこんな泊まる人で混んでた時ないな、土曜日でもって言ったら、もう寝るとこないぐらいなのよ。本当、あの仮眠ベッドみたいなの全部埋まってる。あるあるね。もう下になんかあのヨガマットみたいの引いてみんな寝てるわけ、若者からおじさんまで。すごい光景だなと思いながら、私もね、私は別に寝ないからいいんですけど、うん、帰ってきてちょっと寝りゃいいやと思ってさ、うん、でアジアカップとか見せたら、その後はね、おさすなのやつがちょっと見たいとか。ね、フットボールネーションっていう漫画がね、ずっと僕大好きでね、うんうん、10巻ぐらい、見てなかったの一気に買ったからね、もうウハウハですよ。ウハウハでございますよ。楽しんでるな、毎日。サウナ着でね、寝っ転がりながら iPad、私ぐらいだと iPad 持ってますからね。それをほんとスルスルしながら、至極の時間ですよ、先生ね。よかったな、面白すぎて寒くなっちゃってるんですから、何してんだ、俺はと思いながら。でもう一回サウナ行ってね、水風呂入ったり、ね、サウナ入ったりして、あーなんつって。アフィフって思いました、一番気持ちいい時。偶然ね。偶然。ね、あの外気浴、あの東京ドームが見えるんですよ、うん、ね、外気浴のところから、ね、はいね、うん、まあ、冬なんで寒い風が入ってくるんですけど、まあでもまだ12時ぐらいだったら、こう大学生みたいな、うるさいっすよ、うるさいっつったらいけないね、みんないいんだから騒いだって別にね、うん、じゃなくても3時ぐらいの誰もいませんから、私だけの和庭園みたいになってるんです、うん、で風を いいね、風を感じながら下の東京ドーム見ながら、うん、あー整うアフィフって言いました。偶然。偶然ね、先生。心地よい言葉、アフィフ。そうですね、心地いい、確かにね。そうか、うん、そんなのがありましたね。もうなんか一回つぶやいてみようかな、どこどこのサウナにいるわって。うんうん、ね、なんか、サッカーのあれでもしないっつって、おじさん、サッカーの好きなおじさん来ないっつって、ね、ちょうどよく言ったらめちゃくちゃすごいけどな、ね、近くに、ね、うん、いや恥ずかしい、シャイな方とか来て二人でもじもじするの悪くないじゃね、ただ水風呂とかのタイミング合う人がいいな、この蒸される時間のね、あればっかりは ね無理して合わせたりしたくないしね、そうかそうか、うん、何の話なの最後にまた。すいませんすいません、長くなっちゃっていつもね、はい、ありがとうございました。じゃあ何が楽しみですか、ここ数日は、さっきはね、ここ数日やっぱりあれですね、うん、だんだんこうスタメンの輪郭が各地見えてきたなってところがあるのと、うんうんうん、やっぱりアジアカップから皆さん戻ってこられて、こう試合に出始めたってところがあるので、うんうんうん、まあ、そこのデータ見ていくのがやっぱりね楽しいですね、僕は。そうですね、はい、一番永瀬先生の餌と言いますかね、食べ物栄養がどんどん出てきます、うん、情報というね、うん、ニコニコです ね先生ね、楽しいね、本当毎日です、先生、あの、うん、いろんな情報集めるのがやっぱり、ね、生きがいというか、もう生きざまじゃないですか。いや、そうですね。ね、毎日どんどんプレシーズンからシーズン始まって、どんどんもう処理しきれながら、海外もね、チャンピオンリーグね、どっちもバンバン始まってくる、どん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 データがね、溜まっていく、あー溜まっていく、あーってなった先生、なんて言うんですか。アフィフ、いやらしく言わないでください、先生。いやらしいんじゃダメなんです。いやらしいわけじゃないよ。アフィフっていうなんかこの至極の感じ。いや、うんまーっていう感じで言ったんですけどね、俺はね、感覚的に言うと。表していただきました、ありがとうございます、皆さんも、ね、ありがとうございました、それぞれのサッカーのね、見か楽しみ方の、うん、それぞれのアフィフをね、はい、見つけていただきたいと思います、お願いします、井上アフィフでございました、ノーミルクアフィフでした、ありがとうございました。それではご一緒にアフィフ、アフィフ。何